あの夜もブレーキを踏まないから助かった。あの夜資金乱か。対抗するチンピラたちとやったギャンブル、あのゲームは明らかに相手に有利なように仕組まれていた。第一にブレーキポイントを奴らは熟知していた。そして第二に奴らは右側の車を選択していた。右側であればいざとなったら運転席側のドアから転がり出ることも可能だが、左側は右側が邪魔をしてそれができない。あらゆる条件が奴らに有利なように仕組まれていた。俺が勝つためにはこの勝負が成立している前提を覆すしかなかった。成立している前提？死にたくないという意識。俺はあの時死んでもいいと思っていた。ブレーキを踏む気は鼻からなく、当然車は勢いよく飛び出した。実はあの断崖はある距離飛ぶと急激に海が深くなっていて、生地ブレーキを踏むよりずっと助かる降参が高い。だが相手は俺に気を取られ、飛び降りる時期を失い、しかもブレーキを踏んだ。当然岩場にぶつかりながら海へ。典型的自滅。